こんにちは。こんにちは。では、週末ですからね、UFO やっていきましょう。前回はフランスを殴って、いい感じに展開したとこですね。よし。でも、皇帝への道はちょっと遠そうですね。今の外交枠はいっぱい。こんにちは。こんにちは。楽しみになってきました。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。外交枠はいっぱいなんですね。あ、ブリテンの通行券はもうキャンセルでいいな。キャンセル。はい。で、あとは？同盟ですね。同盟ですね。よし。あとは、マインツの。今日はとりあえずデンマーク攻めですかね。そうですね。とりあえずデンマーク攻めたいですね。あと、そろそろマインツとの同盟も復活させたいとこですね。じゃあ北へ向かいましょう。こんにちは。こんにちは。よし。で、道を開けてもらわないと多分いけないんだよね。いけないね。どっちでもいいんで、通してください。通してください。通してください。よ。よ。おう、おう、おう。はい。行きましょう。はい。何でしょうか？辺境泊。いやいや、そのままでいいですよ。行きましょう。じゃあ、今回は、位置についたか？位置についたかな？はい。はい。いいよ。あ、フランス。フランス。フランス。やってるやってる。やってるやってる。ブリカスでやってるぞ。ブリカスは？何を目的にしたのかな？よ。シャルトルの征服。シャルトル？シャルトル？ここか。頑張って。これはもしかしたら直に殴れるかね。じゃあ、その間、我々は行きましょうか。デンマーク。同盟国ないんですね。じゃあ、1対1で殴れるかな？行ってみましょう。目標は、ここにしとこうか。ここはタイマン勝負で。そうですね。別に呼ばなくても良さそうですね。行きましょう。あ、マインツ。まあいいか。行きましょう。行きますよ。皆さんこちらですよ。
で、どうしようか。まあいいか。すいません。サーミってどこの国ですか？サーミってどこですか？海軍は動かさないのですか？あ、海軍ね、どうしましょうかね。海軍ね、やっぱ動かしてあげた方がいいかな。こんにちは。動かしてあげるか。じゃあ、とりあえず、この海峡を抑えに。こんにちは。平日はモブ活があるので楽しいです。あ、ありがとうございます。でもやっぱりアシさんはうまいですね。動画見ましたけど。あんな風にできたら脳汁ドバドバですよね。羨ましい。あ、そうそう。もういいかな。もういいかな。道は。よし。はい。はい。はい。ここは、もういいね。はい。いけない。あ、いけるね。よしよし。あ、っていうか、もういるじゃん。いるじゃん。ああ。少々お待ちを。顧問。真田城に引き込んで殲滅、そこの城主は信勝とかよく考えてるわ。うん。そうですよね。よくできてますよね。あ、この顧問お安いじゃん。お安い。そろそろ代替わりですかね、これは。54歳。ん ?54 歳。子供は9歳。うん。もうちょっと頑張ってもらわないと。ゲント。後継者の能力もなかなかですね。そうですね。ゲント。ゲント。ここか。そうか。強強度上げて、今雇ったばっかだったけど、奥さんがあれなので、笑。そうですね。ちょっと生きてもらわないと困りますね。35ヶ月。長えな。やるしかねえけど。そう。ならば、にしてあれ大臣雇いたかったのにな。ダメか。頑張るしかないか。これで我が艦隊はここにいるな。ちょっと編成を組もう。ここへ。ん？フランクフルトさん？何歩いてるの？っていうか、戦争中なのね。もうボロボロだよ。ノリーノ。ここに上陸。
デンマークの土地の奪い合いになってきた、わら。あ、あんたやってるね、やってるね。まあいいや、上陸しよう。あかんな、これ。あかん、これ。あかん、これ。あかん、これ。いや、できればね、ノルウェーをね、独立させて、取ろうかと思ってたんですけどね、属国にして、ここら辺を取らせようかと思ったんですが、そうもいかなくなったかな。はい。デンマーク、早えよ。早えよ、泣くのが。期限が切れています。別の12ヶ月間。ん？どういうことだ？ 1 年続けるかっていう意味かな？続けてもらいましょう。ん？ 10 年間？どっちだ？こんばんは。半島は属国にだ。こんにちは。こんにちは。泣きの内容が気になる。よし。見ましょう。なんでしょう。お金。お金。お金。これはちょっと受け入れられないですね。拒否です。はい。あら、将軍が亡くなった。あ、ここに、今上陸しようとしてたところですね。どうしようかなぁ。とりあえず入っとこう。ろくな艦隊がもう残されてないのかなぁ。デンマークは。はい。占領完了だけど。こんにちは。こんにちは。いやあ、切り取り次第って感じですね。間に合わねえかな、これは。間に合うか？色塗りしながら様子見ですかね。そうですね。この舞台は、ここへ来て、ゴットランド行きましょうか、ゴットランド。名前がかっこいい。斉藤道さんの恐ろしさに震えました。まあ、偶然なんですけどね。あんなに続くとは思わなかったですね。ちか、BGM 変えたかったんですけどね、遊戯王の。乗って、こんにちは。こんにちは。乗り込んで、ここ行って、どっちが先に着くのかな？大丈夫か？みんな味方か？よし、ゴットランド行くぞ！どうなるのかな。デンマークさん、デンマークさんどうするのかな。いや、デンマークさ、向こうとこうはしてくんねえかな。さっさと。お金。いや、お金じゃないんだよ、欲しいのは。拒否。お金じゃないんだよ、今回。ここは？ここノルウェーあるね。お金じゃないんだよな、欲しいの。
気を読まないデンマーク、わら。てか、ロシアと講和しないんですかね。お、エルドラド見つけた。ああ。モリーンも。さすがに北欧になると1プロピが美味しくはないですね。そうですね。ベスト。我々は何かをしなければならない。よ。よし、ゴットランド占領。オッケー。じゃあ今度は、ここの。ボーンホルム。行きましょう。こっちはまだ占領中。よし。こんにちは、ゴットランドいつも反乱起きてるな。そうですね。なんかあるんですか、ここ。あれ？ゴットランドってなんか、独立国になんなかったっけ？まあいいや。まあいいや。まだ終わんないですか？いや、だからね、お金じゃないんだよ、お金じゃ。はい。終わった。落としどころをそろそろ確認しときましょう。そうですね。言うてもね、ここら辺まだモスクワに占領されっぱなしなんですよね。先週は壮大な間違いすみませんでした。パソコン立ち上げない物草太郎です。ははは、いいですよ。ここだな、まだ。早く上陸してくれたら、どうしましょうかね。ここは、ホルシュタイン。ここも、ホルシュタイン。渡してから、併合する方がいいのかな。そして、はい。じゃあ、よいしょ、入港して、乗って。海賊王の島ですね。デンマーク王が追放されたらそこに逃げて海賊して余生を過ごす伝統があります。わら。本当ですか？本当ですか、それ。ネタじゃなくて。ここね。モスクワとさぁ、早く講和してほしいんですけど。小刀音の信長大河での斎藤道三の見てくれが大しぷくそのままでなあれ、北斎の道三の肖像が準拠かな。ああ、なるほど。どうしてくれようか。どうしてくれようか。どうしてくれようか。避暑地みたいなもんだな、わら。困り申したね。モスクワと講和しないっすかね。向こうもそう思ってるのかな。あいつら早く講和しろよって思ってるのかな。はい。信勝は終わりの正当性を主張するとともに1919行き過ぎ派としても躍進していかなければ、秘書地元老院時代の腕がうずき始める。バカ野郎、規則。陸軍の伝統20失うぐらいなら安定度選ぶよ。愚か者め。これ、あれ？これを、ここへ。よし。技術が、上げれるけど、ちょっと今回は開発にしようか。開発フランス次は僕へのターンなのでデンマークさん早く。どこだ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 これだ。ここ。上がるかな？上げられない。じゃあ、
ここ？どうしようかな。落としどころといえば、これで、こう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 。怒るね。結構怒りますね。はい。ここ取れんもんね。スウェーデン激横なんですね。おお、結構怒るね。こんなとこでしょうか？は長らくデンマーク領だったが1645年にスウェーデン領に、なおロシアが後に20日占拠歴が。ああ、なるほど。どうしようか。ゴットランドも結構なんか豊かだったような気がするな、そういえば。かなりが嫌な女の子かよスウェーデン、わら。北欧でなくゴットランドを取っては？いや、ゴットランド欲しいんすけどね。欲しいんすけどね。ここで、ノルウェーを復活させて、ここら辺周り食わせようかと思ってるんですよ。いや、本当はね、ここで、ここに、オスロで、やりたかったんですけどね、それを。近いし。でも、現状だとできないから、ここで、トロンデラーグで、やろうかな。決まったのでわからないのですが、北海の島取りました？あ、北海な？っていうか、ここな？ここもデンマークだな？そういえば。そういえば、こっちにもあるんじゃないの？ない？ない？これ、イギリス領？イギリス領だった。結構、フランス。どうしようかな。でも。ノルウェー復活で捕鯨も再開だな。そうですね。再開ですよ。でも、アイスランド、全く美味しくないっすね。戦略的に価値があるんでしょうか。赤くてややこしいな、つい攻撃しちゃいそうだ。ここも一応島ありますけどね。戦争戦にもなりませんか。なんか行く気にならなくないですか、ここら辺。何もうスコットランドの請求権なくなっちゃってんの、ここ。あ、ここあるのか。上陸するだけ手間。ですよね。あんまりにも安すぎてちょっと引くレベルですよね。しょうがねえなー。こう。ですね。今占領中のここと、ここな、ゴットランド足したらダメなんだよな。
ここが欲しいもんね。ここ、取って、ここ、取って、どうしてそこ？レベル、わら。あー、オスロ欲しかったねー。しょうがないんだけどさー。しょうがないんだけどさ。ほんとしょうがないんだけどさ。ここから始めるか。そうするか。そうするか。ここ抜けられるな。ちょっと失礼。ちょっと失礼。スウェーデンさんは？ルンド諦めるのは？ルンド、ルンド、ルンド。あ、ルンドね。いやいやいや。今ね、講和するじゃん？属国独立させるじゃん？この、これで、なんだ？再征服で開戦するじゃん？そしたら誰がついてくる？と思って。ブリカス来れない。ブランデンブルクか。ブランデンブルク来ちゃうか。そして誰も来ないか。どうしようかな。どうしようかな。なんでみんな来れないの？ああ、複数の戦争にってやつか。じゃあ、ブランデンブルクさんには悪いが死んでもらおうか。でもな、唯一選定校でうちを支持してくれてるんだけどな。厳しいなぁ。厳しいなぁ。厳しいなぁ。みんな本当に北欧に興味ないんだな、わら。どうしようかなぁ。どうしたらいいと思いますか？悩ましいとこですね。兵力は？ブランデンブルクは？ノルウェー復活は次回にして、デンマークの島々を取るのはいかがですか？あー、そうですか。でもな、そうすると請求権また取り直しですよね。どうしようかな。まあ、遠いっちゃ遠いんだよな。ブランデンブルクは30でしょ？まあ、とりあえず講和しちゃいますか。とりあえず講和して、回線するかどうかはちょっと後で考えましょう。これも問題ないな。取るだけ取って。スウェーデンと同盟を先んじて組むのは握手？スウェーデンとなんで同盟なのかな。スウェーデン攻めたいんだけどな。個人的には。まあ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 、行きましょう。ちょっと小銭を稼いで。結構いけるな。あれ？なるほどです。まだか。ここか。ここが落としどころか。じゃあこれで、よきよくりーの。素晴らしい。
で、ノルウェー復活。で、ホルスタインを、二人ばかり帰ってきてもらおうか。お、ホルムスまで行ってんのか。結構遠くまで行ったんだな。行ってもらって、ホルムになっちゃう。ノルウェーも1プロピから、わら。なっちゃう。まあ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 。ちょっと帰ってきてもらって、はい。ん？いいよ。金ならあるよ。いいよいいよ。セーブセーブ。あ、セーブセーブ。ありがとうございます。で、やるじゃん？おーおーおー、こんだけ来てくれる。こんだけ来てくれる。ブリカスがいない、今がチャンスじゃないですかね、これはやっぱり。これはいけますね。いけますね。行きましょう。行きましょう。行っちゃいましょう。オップランタ、オップランタ、これか。の再征服を口実に、行きましょうか。どこまで行けるのかな。まあいいや。行きましょう。で、このブランテンブルグは、ボヘミアさんと、あ、さすが損しそうな戦争には乗らないエゲレス、わら。29、40。じゃあ、これは、ブランテンブルグとは白紙に持ち込めるくらいでよいよ。あ、そうですね。オーストリアを呼びましょう。ボヘミアとオーストリアを呼んで、マインツ、マインツ、マインツどうでしたっけ？マインツさん、マインツさん、あなたどうなんですか最近？いい関係ですね。マインツさんも呼んじゃいましょう。毎日と。アラゴンさんは、フランス戦に、取っておきましょう。じゃあ、行きますよー。で、そう。毎日さん安定の信頼度。そうだっけ。属国併合先だっけ。ちょっと待ってください。ちょっと労働させてください。すみません。ホルシュタインは取り込んじゃいましょう。これね。やっといて、外交官帰ってくるのを待って、
はよはよ。はよしてはよして。早く帰ってきて。はい、帰ってきた。宣戦布告の、再征服の、ボヘミアと、オーストリアと、マインツを呼んで、ブリテンは来れないと。OK。っていうか、ブリカスさん負けてないっすか？大丈夫っすか？なんとかなってるんですかね、これ。なんか負けてるような気がするんですけど。大丈夫なんでしょうか？じゃあ、行きますよ。で、ここには将軍をつけなきゃですね。はい。セーブセーブ。セーブ。はいはい。よし、行きましょう。いいかな？いいかな？戦力は？ん？ん？あ、まだ1日経ってないっけ？これでいいのかな？ブランテンブルグだけだよね。ああ、ガレーがいますね、結構。ガレーがいますね。ちょっとこれは油断ならないかもしれないですね。この海峡だけはちょっとキープしときましょうか。外交官はかなり遠くまで行っているので、粉外国家周り切り替えるのも手かも。あ、そうですね。ありがとうございます。一人はそう。関係。一人は国内の、選定校巡りとかいうのないですかね、ポイントで。そういうのが欲しくなりますね。あと一人は、とりあえず粉外に回して、よし。はい。一人。戦力は？そんなものか。こっちはどうなったかな？それ欲しい、というかパラドの怠慢だと思ってる。ははは、確かに。ですね。どうしようかなぁ。まず要塞から行きますか。マインツは攻略目標を指定しては？ああ、なるほど。まあ、頑張ってやってくれてはいるようですが、じゃあ、ベルリンを
ボヘミアさんに、ドレスデンを、オーストリアさん、っていう感じで、どうでしょう。ベルリンもいつも廃墟だな、わら。でもベルリン、パリほど燃やされてはないと思うんですけどね。よし。じゃあ、これはこっちへ持ってって、ここはじゃなくて、これ。ここだね。じゃあ。保険か。じゃあ、いいや。あれこんなとこに 3K がいるぞ。あれ。まるで言うことを聞かない。まるで言うことを聞かない。いつものことですが。まあ、いいんだけどさ。戻して、次は、選定校、次。それでも、マインツと最高に仲良くなっても、推しは変わってくんないんですね。じゃあ、アウスクルーグループさんと、もうちょっと仲良くなりたいです。お、いるね、デンマーク。外交官がもう一人空いていますよ。お、ありがとうございます。それは憤慨に回しとこうか。ボヘミア負けたー。やっぱりブランデンブルクは強えのな。ダメかー。みんな他国推しだな。侵略的拡大がそんなに効いてるのかな。効いてるな。マイナス32は厳しいな。影響乱発とか？ああ、乱発してるんですが、ダメでしたか。やってるよね、確か。
列強の影響をやってるよね。あ、ここはやってない。あるぞ。多分だけどプロイセンになれないのは助かる。あるぞす。あるぞす。ん？ああ、今送っちゃったからか。皇帝狙うなら先帝コーラとの同盟も視野に入れないとですね。そうなんですけどね。同盟してるマインツでさえダメなんですよね。国家影響与えちゃう、マインツにも与えちゃうか。国家への影響ってお金だけですか、使ってんの。面倒だからもう全部滅ぼすか。そうなりますよね。なります、なります。わかります、わかります。その気持ち。マインツは婚姻できないから仕方ない。ここが終わった。これが終わってる。ノルウェーがノリノリですね。技術ですか。35。もうちょっと開発にお金回す。統治力回すか。統治力を。いけない。こんなもんか。デンマーク軍はどこへ行っちゃったんでしょうか。はい。お、安定度1。ありがとうございます。で、あるです。遠いね、アルザスもなぁ。邪魔だったロシアのデンマーク戦は終わったようですね。そうですね。もうちょっと続けてればよかったでしょうか。これよくわかんないんですけどね。お金払って、軍事力も渡すの？よくわかんないな。まあいいや。やったれー、やったれー、やったれー。影響与えまくりや。与えまくってもこの程度か。なかなか切り替わらないなぁ。マインツはヘルレオシに変わりましたね。札束でビンタするヘレルなんて、もっとちょうだい。もっとちょうだいか。あれ？一人、あ、そう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 。次は。ザルツブルクは、
かなか。これ以上はやっぱり、札束でビンタするしかないんでしょうか。はい。船ですか、船。寒そうな知恵。こんにちは、スウェーデン船ですか。そうですね。デンマークが思いの箱は早く終わってしまったので、はい、しましょう。合流しとくか。で、こっちは、あれ大丈夫？君たち。大丈夫？大丈夫？一応押してはいるのかな？あれ？ブランデンブルグの主力がいないぞ。もしかして、こっちへ回ってきてんのかな？来てそうだな。はい。スウェーデンはやはり広いですね。広いですね。よいしょ。貴族反乱軍か。あら。行っとくか。おい。ああ、こっちね。はいはいはい。いい具合に戦場になってますね。リガ。はい。デンマーク。お前、ハイエナするつもりだな？いいよ。通るさ。通ってみろよ。で、渡りまーす。デンマーク、スカンジナビアという国ができてる、わら。インフルエンザ。はい。でも、この時代でまだモスクワっていうの珍しくないですか？ロシアになれないっていうのも。もう絶対主義の時代なんですけど。ウィンドブス。ここは？こんにちは。こんにちは。ここ。ここ。あ、もう。ボヘミアは自分を押すこと以外ないんですかね？うちは押してくれないんですかね？一応関係改善しとこうか。ああ、終わってる。よいしょ。自分が皇帝だし、わら。あ、そうでしたね。ですよね。
ちわは。こんにちは。お、海鮮。グダグダのロシアに天命100の命が来ないかな。はははは。はい。オーストリアが、強行になりましたか。はい。で、残して、行きましょう。いいかな？いいかな？いいかな？ここでもまだ46か。はい。ランデンブルクとの和平はまだ、はい。終わった？終わった？白紙でできますね。どれくらい？あー、白紙か。完全白紙か。どうだろうか。毎回スウェーデンに顔出してくるのもちょっと嫌ですよね。スウェーデンだけ切ってもらうか？ここを落としどころにしましょうか。あれ、そういえば、そういえば。あ、ここはあれか。ボヘミアか。次の戦いを考えるとロレーヌとの手切れでは？ああ、なるほど。あ、それもありですね。確かに確かに。あ、軍事通行だけみたいですよ。オッケーオッケー。ロレーヌはどこと結ん、どこと結んでたっけ？バーデン、あれ？あれ？フランスと手切れになってる。あら。あらら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 。あらららららら。あらら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 。はい。というか、回線になってた。大丈夫？なんか負けそうな勢いだけど。なんか負けそうですけど、大丈夫ですか？大丈夫？大丈夫？なんか負けそうだよ。っていうか、こっちも負けてるぞ。やば。やばい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 。見てなかった。いろいろと見てなかった。やばいぞやばいぞ。あかん！負けた！負けた！ん？勝った？負けた？ん？ん？これが北極圏の厳しさか。負けたんだよな？これは。なんということだ。負けてる。
負けてるなぁ。負けてるなぁ。金ならあるぞ。沈めると余計増えるんだよ、我が軍は。なんということだ。それにしても痛い。なんということだ。痛すぎる。舐め切っておった。帰る帰る。こっちか。ここ。いかんな。あと陸軍も？どれくらい空いてる ?23 空いてる。冬将軍にはみんな負ける。わら。これで20か。よし、これを。ここら辺に一軍作ろう。いやいやいや、いかんな。いかんな、いかんな。いかん、いかん。しっかり見てないといけないってことね。凍傷で足の指なくして帰ってくるんだろうな。かわいそうに。フランスとテギレなら次はロレーヌ攻めですね。そうですね。直で殴るしかないですよね。ていうかこっちはまだですか。こう押してはいるのかな？25か。いかんな、いかんな。前回のロレーヌの白紙は兵がフランスを激怒させたのかも、わら。まあ、気持ちはわかりますよね。気持ちはわかるな。取り返しに行ってるのか。ソ連も圧倒的さだったのに冬将軍のせいでフィンランド征服できなかったし、わら。やはり恐るべし。確かにゴリゴリ人的削れてるな。フランスとは1630年。そろそろ手打ちにして人的回復に力を注ぎたいものですね。あ、いけるいける。いけるいける。スウェーデンと敵で、オッケーオッケー。
ケーオッケー。金もよこしなができそう。金もよこしな。セーブセーブ。はい。セーブセーブ。よし。行きましょう。ブランデンブルグを蹴り出しちゃいましょう。待てよ、待てよ、待てよ、待てよ。国家の解放させたらどうでしょう。なんか他の国がでかくなるだけかな、これ。作戦は無理だな。無理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 。お、マクデブルクさん復活できる。お、メクレンブルクさんが復活できる。うん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 。マクデブルクさんは一カ国一プロビ。リューベック？リューベックはさすがに無理。じゃあこの牛さんマークのメクレンブルクさんを復活させてみようかな。沿岸州は一向ですね。まあ、こんなもんでいいでしょう。海側なのでありかも。素晴らしい。もういいんじゃないか？ 88% もあればいいんじゃないか？要望はほとんど通るんじゃないか？変換変換。君、ノルウェーから持ってるのを変換しなさい。デンマーク、デンマーク。ノルウェー。ノルウェー。ノルウェー。こんなもんですか？あ、これもか。こんなとこですか？これでも怒る？怒りますか、君たち。っていうか、もともと怒ってるんだな。もともと怒ってるんですね、この人たちはね。うんうん。こんなとこですか？賠償条約の破棄。あ、ん？フランス。あれ？はあはあはあ。なるほど。ノードノード。ほう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 。じゃあ、じゃあ。ここまでは欲しいな。取れるかな？ホルシュタインがどこか請求権持ってないですか？あ、ホルシュタイン。請求権持ってないですね。ここはあるけど、ノルウェーに返すし、ないですね。
残念ながらないです。なら直でもらっちゃいますか。こんな感じ。おー、こんなとこですか、ね、検証点がまだあるからもらうのはありですね。そうですね。ストックホルムは遠いなぁ。ちゃう？そこらまでガツンと。ガツンと取っちゃうか。また包囲網かな、わら。ですね。セーブセーブ。セーブしておきますか。ここはちょっと分かれ道ですね。ここまで取りたいですね、でも。どうせならば。変えさせて、ここまで。よし。これで行ってみよう。さすがに、無理ですよね。じゃあ、あとはお金で、隙間を埋めて。よし、これで行こう。どうだ？おー、ストックホルム、コスト高え。まし、行きます、行きます。ん？ん？ん？あ、ああ、接してないってことか。オッケーオッケー、わかりました。じゃあ帰りましょう。帰りましょう。多分反乱起きるからここら辺に駐留しときましょう。撤収。撤収撤収。内陸部はこれだね。撤収撤収。撤収撤収。腐敗。腐敗。こんなもんか。一人余ってる。ああ、一人ね。じゃあ。ここに関係の改善を。3月2日までか。皆さん。これは今合流中。よし、かな。で、ブリカスとフランス戦はどうなったですか？どうなったですか？マイナス20ですか？これどうなるんですかね？やっぱり上陸はできなかったってことですよね？ブリテンさんは。なんか人の領土で争ってますけど。海軍も戻しましょう。海軍どこ行っちゃったんだ。海軍海軍。あ、今傷ついた艦艇を直してますね。いやー、手痛い敗北をしてしまった。あ、ブランテンブルグ、同盟。いいですよ。もしかしたら坂に海峡ノード接収するチャンス？ああ、なるほど。なるほど。ブリカスを攻める。ブリカスを攻める。いけんのか？いや、数はいるんですよ。数は。
めっちゃいるんですよ。むしろフランスよりいるんですね。どこにいるんだよっていう話だよね。上陸し、できないんですかね。何をやってるんでしょうか。あ、よかったよかった。道もできたんだね、一応。ノルウェーへ繋がる道ができたんですね。OK です。ありがたい。ちょっと軍を再編しようか。ちょっと整理しましょう。はいはいはい。ん？ゲントは終わったのか？あ、終わってる。いやいやいや、どうせなら人的しよう。はい。サボイ。いいよ。これ、イギリス上陸できなくて困ってるパターンですよね、きっと。互いに上陸できないというパターンですよね。はい。しましょうかね。あ、一人余ってるぞ。これはなんだ？同盟国か。あ、コインいいですよ。はい。あ、ノルウェー。はいはい。あ、あ、そうだっけ。再編。これは、傭兵は外して、半分を、よし。反乱分子は。商人がプラス1になったでは？あ、商人。あ、一応、うん。配置してありますね。ルートアートなんだっけ。そうそう、反乱分子は？あ、いたいた。6K、12K、20K。まあ、なんとか対処できるかね。
外交評判上げてみましょうか。外交評判でどれぐらい上がるんだろう。56。オーストリアの80って何ですか。1個上げたら66になった。そうか。もうちょっとなんだけどな、マインツさん。やっぱ過剰拡大が効くのかな。赤率、商人延べ3人なので、ゴッドレベル3の交易拠点持てますが、どこにするかも楽しみです。ボスニアに用意してるところを切り崩したい。切り崩すってどうしたらいいですかね。一番近いのでアウクスブルグ。切り崩すなら滅ぼす？滅ぼすなーっていうか、同盟しろってことですかね。同盟ならワンチャンって感じですか。外交枠はどんな感じですか。セーブセーブ。そう。今どんな感じでしたっけ。あれ？すでに溢れてる？カスティーラの婚姻が終わればぴったりなのか。あと、ホルシュタインの併合が済めば、もうちょっと我慢ですかね。進めるか。ヘイト大砲。やっぱ人文取ったおかげか、温度が妙に低いな。海軍では手痛い敗北でしたね。
ラム芝居くん。またか。またお前か。今、中核化終わりましたかね？できないですね。船。まあ、いいか。はい。10席ぐらい。シュート。できるのが、チャラハン、あ、ここか。あー、中止。他はないのか。他はできないのか。もうちょっと待ちますか。また攻められてる。ちょっとかわいそうになってきますね。ボッコボコにされてますね。はい。あげましょう。技術。次のアイデアは？軍関係取りたいですね、そろそろね。構成行きましょう。構成？もう一度軍用行きます？軍領やろうと思ってやめたんですよね。そうだ、軍領行こうか。他なんかあります？外交関係増えるのってあります？もうないですよね。もっと関係を増やしたいんですが。拡張増えたっけ？拡張は、あ、ありますね。拡張取るかな。拡張取ってみますかね。増やしたいとこではあるんですよね。悩ましいな。分量も欲しいな。拡張か。どっちがいいかな。
植民者取れて。敵もいないと。植民者取って、あれなのかな。どっか上陸しちゃう。どっか行っちゃう。ここまででも一気にはいけないんだろうな、きっと。一応コンプボーナスのステート後も強いです。ああ、なるほど。ステートな。ステートそういえば今どんな感じなんだろう。すんげえ余裕あるんだけど。どこに割って入るにもカトリックの制限ありそう。わら。ああ、そういうのもあるんですね。辛いなぁ。あ。結局曲げたんか、ブリカス。横から殴っといて。恥ずかしいな、お前。そこはカットけよって感じだけど。久しぶりに表情しますか？拡張かな？久しぶりに表情やっちゃいますか？久しぶりの表情。元老院時代の腕が鳴る、わら。放置されてたヘレル議会の出番か。やっちゃいますか、久しぶりに。アイディア候補としては拡張。拡張だな、拡張。まあ、情報もな。生放送初見です。こんにちは。あ、いらっしゃいませ。軍量、構成、探検かな。あ、軍量ね。拡張、軍量。人敵の最大値はいくつ？今、4万ぐらいでしたかね。4万1000ですね。運量構成。探検ね。探検ね。探検な。まあ、探検も欲しいか？じゃあ、これで。元老院にド S がたくさんいますように、笑う。ド S だと何を選ぶのかな。どれも欲しい感じではありますね、確かにね。うん、攻撃強くしたいし、とにかくユニット数増やしたいのもありますし、外交関係増やしたい。うん、増やしたい。植民者も増えるし、商人も増えるし、拡張も取りたいということで、お願いします。お願いします。これまだ、ポリシーで関係枠増やしてますか？ポリシーでもう、いっぱいですね。増やしてますね。増やしてます。二つ増やしてます。
外交枠増やして、皇帝目指せば人的上限増えるね。こんにちは。ああ、なるほど。まあ、人的よりむしろユニット数なんですよね。なら構成取ればさらに増やせます。構成もありましたね。構成にも確かに、大陸軍でしたっけ。不要限界プラス20。うん、ありますね。構成かな。構成もいいな。悩ましい。こんにちは、わらう。こんにちは。久しぶりに投票してますが、うん、拡張と軍量ですね。今のところ。入れてきました。ありがとうございます。横並びですね。確かにね、フランスとも単独で殴り合えるぐらいの、軍量欲しいですね。冒険に入れる冒険家志望もいる。ああ、なるほど。すごいな。どうでしょうか。おお、割れまくってるなまた綺麗に、25% で割らないでくださいよ、皆さん。結局解決にならんやんけーってなっちゃいますから。結局俺が決断しないといかんのかーいってなっちゃいますから。お、分量が伸びたぞ。王国だけに国務大臣会議ですな。ああ、そうですね。どう？時間は流して。この様子を見てると、あの甥っ子はどうなったのだろう？そうですね。ちょっと待って。あ、コニダー広告しておきましたのでありがとう名刺ください。ありがとう名刺送っときます。こんにちは、これが議会制民主主義か、独裁政治万歳。こんにちは。何これ。富士山みたいなマークしやがって。すんごいとこまで行ってるな。ちょっと帰ってきて。そんな遠くまで行かなくていいよ。ウズベク。ウズベクか。いや、帰ってきて。粉外国かな？もうないのかな？マントバとブルゴイヌ。ドンゴラってどこよ？こんなとこで外交費使ってんじゃねえよ、お前ら。帰ってこい。で、どうなりましたか？軍量がトップっぽい感じですね。軍量かな？外交官をどこかに貼り付けときます？そうですね、そうしますかね。じゃあ、軍量。行ってみましょうか。外交官なぁ。はい。
どう？まだいまいちですね。まだ死にそうもないですか？歴史通りでかくなってる。35歳か。まだ死にそうもないですね。って言ってて、この間、ぽっくり行っちゃったんですよね。鏡さんが怠慢でフランスと殴り合う夢を見た。オスマンが北に伸びてるのが少し心配。南に行けばいいのに。どうなるんですかね。っていうか、これ、理が強くね関係ないけど、来年のキリンが楽しみ。ああ、そうですね。キリン楽しみですね。まだ、光秀以外のキャストが発表されてなかったんでしたっけ？あ、帰ってきた、帰ってきた。外交官が帰ってきたぞ。憤慨、憤慨、憤慨。こんなもんか。まだですか？中核化作業は。もうちょっとですか？でもオリンピックでスケジュールめちゃくちゃになりそう。あー、確かに。オリンピックもなぁ。環状線って大丈夫ですかね？噂の。光秀役と脚本家と制作ヘッドだけですな、まだ。ああ。一息ついたらロレーヌ行きます？ロレーヌね。ロレーヌあんまり、旨味がなくなっちゃったよな。あ、今までの大河で何が一番好きです？今までの大河。やっぱ一番最初に大河にハマったのは、あれですよね。独眼竜ですよね。とは何だろう。あ、わかる。あとは何ですかね。あと風林火山。あ、風林火山。柴田恭兵が上杉謙信やってたのは。私の世代は政宗と信玄がど真ん中世代です。ああ、いい時代ですね。柴田恭兵がやってたのは何でしたっけ？柴田恭兵が上杉謙信やってたのは、真田丸で鎧が変わっていくのが良かった。ああ、はいはいはい、来年の脚本家は太平記の時の人がやるそうで。あ、そうですか。ちょっと不安ですね。角川のやつ、武田信玄で柴田恭兵が上杉謙信でした。武田信玄だったか。あー、初めて見た大河が描ったのは良かったのか悪かったのか。前時か、柴田恭兵は風林火山ですよ。信玄は中井貴一。あと、ガクトがやった上杉謙信はなかなか、ハマり役でしたよね。が想像できなくなった。柴田謙信と中井信玄でしたね。よし。あの時の柴田恭兵はめっちゃかっこよかった。かっこよかったですね。神がかってましたね。ステート。はい。国王と視聴者の年齢層が大体わかる大河話。確かに。刑事。太平記はなかなかの優位時代でな。あれで光栄様の献身がガクトっぽくなった。あー、なるほど。確かに。まだあんの？真田丸は今後再放送できるのか心配で。確かに。おお。トーチが足りない、トーチが。中井貴一は26とか27で武田信玄だったけど神がかってた。あの頃の大河って結構あれでしたよね。若い役者さん使ってましたけど。辛いです。
辛いです。なかなかいい役者さんを拾ってきましたよね。黄金の日々の信長の高橋幸治と秀吉の尾形剣はすごいですよ。おー、秋山さ問題か、わら。我々は待つことができる。併合決戦。渡辺謙さんも28で政宗。そうですよね。渡辺謙さんもすごかったですね。黄金の国ジパングがね、ちょっと残念でしたよね。ちょっと面白くなったと思うんですがね。渡辺謙はその前に朝ドラ出てたから NHK の黄金ルート。ああなるほど。尾形直人の織田信長でしたっけ。そう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 。高橋一晴は天と地とで武田晴信だった。それにしても西田敏行出過ぎ問題はないですか。大河出過ぎ問題は。言葉遣いが現代調になってからなんか入り込めない。ああ。直人と徹は逆だったらよかったのに。こんにちは。こんにちは。あれはね、どうだったんですかね。人それぞれなんですかね、セリフの言い回しは。人それぞれのような気もしますよね。何言ってるかわかんねえよっていう風になっちゃうとちょっと辛いですよね。全編ねえだろうな。ああ。竹中直人の方も出すぎ、わら。あ、竹中直人。最後、出てますね。何出てましたっけ。西田敏行年表あったな。ああ。西田敏行ね、すごいですよね。秀忠もやって、家康もやってましたっけ？秀吉もやってましたっけ？なんか、そこら中にいますよね。清盛だったのに絵が汚いって非難されて悲しかった。ああ、清盛ね。なんか土ぼこりが汚いとか、いろいろ言われちゃいましたよね。あれもちょっとね、やっぱリアルに描きすぎると良くないってことですかね。難しいとこですよね。ノルウェーは辺境博でもいいのでは？ああ、ノルウェーね。確かに。いいか、辺境博にしちゃうか。青い三代で秀忠、光明が辻で家康、女対抗期で秀吉。女対抗期でも西田さん出てる。どんだけ、わら。昔のが好きなので草燃えるもなかなかいいですよ。うんうん。あれ？あ、こんなところにノルウェーの飛び地が。こんなところにあったんだ。いや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 、失礼しました。あ、辺境博にしちゃいますか。しちゃいますか。別にここは取ることはないよな。取ることはないよな。どうしようかな。どうしようかな。鎌倉時代前期までやる草燃える。鏡さんは誰を大河にしてほしい？あ、最近はやっぱ立花宗茂ですよね。やってほしいんですよね。でも朝鮮問題があるからちょっと無理そうですよね。辺境博いいけどずっと枠あるのが嫌かなって思って使ってない。あー、それもそうですね。確かにね。ここを事情に取り込むかっちゅうとちょっと微妙なとこですよね。戦国と幕末ってもうネタないよね。いや、ネタなくても、ね。国王は信長見たく何回もやったりしますから。あそこら辺は熱いだけどな。半島問題でやれない。そうですね。碧帝館の戦いは、大河にやったら盛り上がるのかな。でも最近は。宗茂公と島津義弘公は NG らしい。わらわら。やっぱそうなんですか。三好長慶で一本、わら。うんうん。どうしようかな。まあいいか。いいか。九州勢はせやな、四国勢は。うん。
村上水軍で一本。あー。長祖壁。ここは足利義満、余計ダメじゃん。長祖壁ってやったことないですよね、大河でね。長祖壁あたりはどうなんですかね。やっぱ最後に滅亡しちゃうのが良くないんでしょうか。島津はその後琉球攻めるし NG なんだろうな。ないねー。ダメなんですかね、やっぱ。最後があまり良くないからダメなんでしょうかね。北条早雲こと伊勢高志髄で、シンクロを走るで。あー。北条も五代やらなきゃいいかもしれないですね。五代やったら大変なことになりそうですけど。あ、もう憤慨してるとこはないみたいですね。憤慨がもういないみたいですね。面白そうなところで松永久秀とか。ああ、はあ、はあ、はあ。琉球の風とかをやられるサイドから書いた大河、なお半年、わらわら。北条早雲はありえるけど五代するかもしれない、わら。長祖壁ドリームは見たい。爆死エンディーもいいね。津川雅彦の名前が出てこず10分、話題変わってた。津川さんね。津川さんすごいよね。ちょっと選定校に、ちょっとごますっときますか。ここら辺に、ここら辺に。ちょっと貼り付けときますか。津川の老年家康は良かった。津川さんは終身徳川家康、わら。津川さんは大河では家康の印象しかない、わら。津川さんと西田さんはマジ年表作れる。よしよし。もう一人ぐらい。もう一人ぐらい。ここら辺に、貼り付けとくか。よし。っていうかさ、スペインのさ、カステラのさ、国王まだ死なないんすか？なんで関係切れないんすか？渋沢栄一って大河でやりましたっけ？完璧だー。関係維持。反乱。はい。よし、行きますか。10キロ。10キロぐらいなら。始まるための部で東北のドロドロドラマみたい。ちょっとあれですかね。地味ですかね。東北は。こう言っちゃなんですけど、視聴率取れるんですかね。ちょっと心配ですね。が割れるからいけない。確かに。これでどんな感じだ？これは合流させておこうか。八子と弘前って今でも仲悪いの？ああ、どうなんですかね。仲悪いんでしょうか。お前ら、なんでそんなに仲、つついてくるんだよ。渋沢栄一は脇役で大河に俳句すりされたことはある。本編はまだない。ほうほう。仲が悪いというか、文化圏が違う言葉も、大河の大会では恵まれてる長野県民です。こんにちは。いらっしゃいませー。霧にあることで裏切り者もやれることになったのは枠手下が止まらない。はい。似た者同士。懸命に働いてもらいましょう。で、はい。フランスは？
どれくらいだ？天敵もほぼ回復。1630年。あと6年か。結構遠いなぁ。ロレーヌ行っちゃう？てかそろそろ変化球やらんとタイガはどんどんネタなくなっているような。やっちゃう？フランス。ロレーヌ殴りましょう。やっぱり朝倉修士族か。ロレーヌ殴る。ロレーヌ殴ると、よし殴ろう、わら。あれ。帝都物語で勝新太郎が渋沢栄一で出てるんだが、わら。あれ？停戦中？殴りましょうダブル、邪悪な元老院復活？停戦中？セーブセーブ。停戦中か。チートじいさん大好き、わら。あれ？いつまで停戦中？26年10月。あと2年か。あれ？まあ、いいけどさ。ん？また、あ、そうそう。直接殴るパターンはどうだったんでしたっけ？アラゴン。あ、アラゴン向こう行っちゃうんだ。そうか。また同盟したんだ。また同盟したんだ。アラゴンと。切らしたのに。あれ？そうか。やっぱロレーヌ殴りパターンだね。複雑怪奇な同盟関係。オーストリアは来てほしいんだけどな。ムーダさんを見ると優遇するのは鏡さんの影響。わら。ものがいいね。いいキャラですよ。オーストリアの、マインツとか、バーデン、ミュンデンブルグはやってくれるだろうけど。ダンスなぁ。ふむふむ、へむふむ。マインツが13でしょ？宗教戦争はしばらくはない？あ、宗教戦争は終わりましたね。こんだけいるなら、また雇いそうだよね。前回よりもフランスの人敵がある。これはやばいかも。やばいですよね。というか、アラゴン、アラゴン。帝都物語は西村明さんが自分のお父さんの役やったのが印象的だった。アラゴンなんか少ないですね、人敵。どうしたんでしょうか。行きたいところではありますね。行きたいところですね。あ、ホーモン様自分のお父上の役だったね。反乱はどうなのかな？デンマーク分離独立派。子供の時見たからの沢直子のシーンがトラウマ。反乱度ってどこ？あ、ここ。
温度 3.9 なら、まあ、いけるか。じゃあ、軍を動かしておきましょう。トラウマの多い作品、わら。あ、もう一人、もう一人。アルザスには貼り付けてたっけ？関係改善。じゃあ、ザルツブルグに。っていうかさ、なんとかなんねえのかな。おっと？おっと？ブランテンブルグ？どうした？なんか一気に集めたぞ。コモン！コモンとやるか。っていうかやってんのか。強えな。これは我こそは皇帝を名乗りそうだな。ちょっと要塞を整理しましょう、要塞を。どうしようかなぁ。ちょっと邪魔になってきたな、ブランデンブルク、わら。まあ、邪魔っちゃ、どいつもこいつも邪魔なんですけどね。邪魔といえば、どいつもこいつもなんですけど。悩ましいですね。っていうか、あれリガーか。やりますね、リガー。ゴッドラント取りましたね。停戦期間が見たいです。停戦期間、はい。デンマークの方が先に切れるんですね。っていうか、意外とブリテンとフランスの戦いが泥沼にならなかったのがちょっと失敗でしたかね。いやー、オーストリア参加してくんねえかな。どうにかこうにか来てくんないかな。オーストリア来てくれれば多少変わるんだがなぁ。オーストリアにお金積む？いや、お金じゃないんですよね。停戦期間だっつってるんですよ。あと2年。ちょっとオスマンが怖いっすね。機会が。2年にしときますか。2年待ちますかね。っていうか、いい加減ここ通れるようにしたいんですけどね。そういう、それもあるんですけど。でもすごい相手が。ね、民ボヘミアはあかん、わら。ね、民間？民間？ね、民間。ダメダメ。どっか、どっか通れるようにしてくんないですかね。まあいいか。むむ。むむ。通してくれないらしいな。ブレーメンが併合できないの理由は？
自由都市だっけ？あれ？あれ？あれ？前自由都市だったんだけどな。ん？自由都市やめたの？共和国になってる。ん？自由都市？あれ？あれ？あれ？これ併合できるのでは？自由都市じゃないね。これ、クレームつければいけそうな感じですね。ちょっとやってみましょう。はい。属国併合のマイナスさんが聞いてんのかな。また支持者が減ってしまった。むむむむむむ。ください。大変大変。大騒ぎだ。この要塞止めるか。皇帝の権限で入れたり外れたりします自由都市。ああ、そうですね。確か自由都市だったもんで手出ししなかったと思ったんだけどなならきっと悪い元老院がいるから討伐しよう、笑い。そうですね。どれにしようかな。陸軍維持費にしようかな。プルプル、僕は良い元老院だよ。はい。
あ、戦列。はい。で、これは、帰ってきてください。よいしょ。15。もうちょっとかな。グリーンランドサガのせいでノルウェー弱いのが違和感。わら。五石ぐらい。なんだって？なんだって？なかなか皇帝になれないですね。ボヘミア支持が多いな。いかんですね。ボヘミアヘルレに食われる前に変えてやれ。溜まってたっけ？溜まってた、溜まってた。こっちを選んで、捏造して、帰ってきてもらって、攻めるっていうと、リガとウルムとエミンゲンがついてくる。うん。こちはオーストリア、マインツ、アラゴン。アラゴンは取っといて、マインツだけで十分かな。リガか。リガ。リガ、リガ。まあ、11キロぐらいならまあ。タイマンでもいいかも。タイマンでもいいですかね。エミンゲン。またこれでブレーメン併合すると評判が下がるんだろうな、帝国内の。しょうがないな、でもな。行くか。あ、その前に、その前に。レベルアップしときましょう。セーブセーブ。あ、そうですね、セーブも。ウルシュタインと。よいしょ。こんなところかな、領内は。あ、ストックホルムね。もう全部征服したいなよ、わら。もう、皇帝になれるのなら俺が、みたいな、ノリで。
セーブ、セーブ。よし。行っちゃいますか。まあ、毎日さんは呼んどきましょうか。攻める理由が、わら。ん？ブレーメン獲得。ああ、攻める理由、まあ、道が欲しいってことですよね。おめえ邪魔だよっていう話。からとか、わらわら。すまん。そこ開けてくれ。そこ開けてくれ。うどんさんまと発想、わら。そこ開けてくれ。頼む。頼むよ。そこ開けてくれよ。すまんな。ベルギーお前のことだよ。すまんな。ここで、あ、要塞レベル5か。そこに道を作りたいから、わら。道が欲しいんだもんだって、ここ。大丈夫だよね、毎日さん。負けたりしないよね。リガ2軍の派遣を。遠待ちを。リガなぁ。リガどうしようか。あ、これはひょっとして、ゴットランドを取るチャンスなのでは？ゴットランド欲しいですね。取れそうな感じしますね。それで今どんな感じですか？ボーナスついてますね。じゃあ大砲撃ちますか。で、あと封鎖して、ん？封鎖して、刺して、よいしょ。あ、違う。封鎖か、損傷管を切り離して、帰ってもらって、封鎖管を切り離して。ん？待て。で。封鎖管を切り離して。よし。で、違う。この艦隊を。乗っけて、ゴットランド行きましょう。
アイディアはどうしようかな。やめとくか。あと大砲ぶっ放すかもしれないしね。っていうか、マインツさん負けたのでは？ヘルレヘイ、また北欧か。寒くなるしな。50だかと、いいよ。上陸上陸。っていうかさ、ブランテンブルクさんは道を通してくれればそのまま行けそうな気がする。どうして？皆さん？いや、マインツさん？マインツさん？マインツさん？あれ？マインツさん、マインツさん、ウルムをやってくれればそれだけでいいんですけど。ウルムさんをやってほしいんですけど。そのためのマインツなんですけど。なんか全力でリガに向かってるような。負けたのがよっぽどショックで別荘に。ひどい。マインツだが断る。あ、戻ってきてる戻ってきてる。ん？ん？ ん？謎の動きをしてますね、相変わらず。安定の瞑想するマインツ。なんだ、リガに全軍集合って感じですね。まだ落ちないのかね。オットランドが落ちました。どうしようか。これなぁ、どうしようかなぁ。とりあえず入港して、乗っけて。さあ、どうしよう。さあ、どうしましょう。どうしましょうか。あ、マインツ、来てくれた、来てくれた、来てくれた。よし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 。この2カ国は早々に落としてくれればそれでいいんだよね。ちょっと待ちますか。要塞落ちるまで。だなぁ。なんかすっげえ将軍が来てるぞ。
いや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 、待て、まあ、ギガ湾の方がオーゼルを封鎖できるのは、そうなのでは、ん、反乱軍か、反乱軍移動中か。じゃあいいよ、反乱軍そこ通るさ。困ったな、上陸戦やって、なんとかなるもんかな。行ってみるか。35%。まだかな。そうですね。まあ、上陸したら行きますかね。よし、落ちたぞ。こっちはウルム落ちたね。じゃあ、ウルムさーん。海軍が戦ってる。え、回収と戦後賠償をくれればいいかな。海軍。ああ、ここか。急いで行ってもらいましょう。これを、こうして、合流して二つに分けて、理科に進軍しましょうかね。はい。どうしようかなーというか、デンマークの反乱軍まだいたんか。よし、ここは終わった。ノルウェーを星三将軍が狙ってる。狙ってますね。で、これを合体して二つに分けて、こっち行こうか。
大砲撃っちゃうか。はい。ああ、電灯が。なかなか遠いですね。あれかな。またやってる。またやってる。顧問さん殴られすぎですよ、ちょっと。ちょっとちょっと。あれ？どこ行った？ああ、帰ってる。今回の顧問は弱い？弱いですね。ん？おー、そっちの方が早い。顧問弱いの。今回弱いですね。落ちねえかな。これは？あ、従属国。ボヘミアに好き放題やられてる。ボヘミアの次はブランデンブルクが殴りますからね。交代で殴り合ってますから。よし。もういいでしょう。もういいでしょう。そういえば、メミンゲンさん？もう占領終わってます？終わってるっぽいっすね。すいません、忘れてました。あとお金で。こんなもんでしょう。じゃあ、メミンゲンさんとは、回収で、カトリックに回収せよ。はい。で、あ、これが終わってからにしましょうかね。カレーの請求権なくなっちゃった。カレー。情報も構築。始めてください。OK。じゃあ、交渉に入りますかね。リガ。ゴットランドよこしな。
すぐみんな怒るね。怒るわな。怒るわな。まあいいでしょう。まあリガは残しといてあげましょう。まあいいかな。いいかな。まあいいか。あとはお金で。お金で話をつけましょう。はい。はい。よ。で、はい。お待たせしました、ブレーメンさん。ん？ブレーメンさん？ん？トラルザってどこですか？トラルザ？え？こんなとこに持ってたのお前。いつの間に、いつの間に、そうなの？どこ？何ここ？こんなとこ撮ってたの？いらねえ、わら。あ、そう。すごいとこ持ってるね。ゲームアフリカ攻撃だ。すごいの持ってるね。いやいやいや、なんで 99% なんだろうって思ったら。アフリカ。やったー、海外植民地だ。新大陸プレイでもしようとしてたのかな？わら。いや、完全併合できますけど。結構怒るなぁ。ブレーメンをアフリカ追放したらそれはそれで面白いけど、笑。そうですよね。追放したら？あんまり変わらない。こんなとこもらってもすぐに助けとかに行けない、笑。確かに。ブレーメンだけもらっときますか。過剰格でこれだけでもすげえな。まあ、まあ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 、本来の目標だけ、やっときますかね。回収もしといて。かわいそうだから1プロだけ残してあげよう。ひどいな。1プロだけ残してあげようってアフリカを渡すっていう。恐ろしい。恐ろしい。じゃあ条約は？まあ条約も残しといてあげるよ。誰が助けに行くか知らないけど。慈悲の心ですぞ、わら。慈悲かな、これ。ほら、そこは厳弱な元老院だから。慈悲なのかな、これも。フーロっていう国だったんですかね。おぉ。あ、マハ残しといてあげましょう。あ、セーブしとこうかな。あ、いいか。まあ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 、まあ、一応セーブしとくか。よし。じゃあこれで。はい。はい。はい。た重いな、コスト。ブレーメンそんなに発展してんの？してるわ。してるわ。じゃあ、ギガに行ってた皆さんお帰りくださーい。じゃあ、明日はフランス戦といったところでしょうか？これで自由に動ける。そうですね。ん？やっと道ができた、わら。
ちょっとちょっとあなた。なんでそんな頑なに向こうに行こうとしてんの？こっちよ、こっち。動けない。こっち。よし。じゃあ、明日は、ロレーヌを巻き込んでの、フランス戦、ってことで行きましょうかね。今までのことは公共工事だったんだよ、わら。時々変な動きしますよね。そうですね。じゃあ、これで、明日にしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしかったら、高評価を押してってください。ということで、失礼いたしまーす。